今日は次元というすごい iPhone ケース一緒に見ていきましょう。革やクリスタルの質感を再現したデザインです。全部プラスチック樹脂でできていますが、見えませんよね、そのようには。でもほら、柔らかいんです。ぐにゃぐにゃっと曲がるんですね。そして3つともこの部分にはスイカやパスモなどの IC カードを入れられるホルダーがついています。実際に iPhone を装着するとこうなります。端子の部分は広く開いているので、ライトニングケーブルやイヤホンとの干渉は少ない作り。ボタン類へのアクセスも良好です。この部分にはストラップホールがあります。この独特の凹凸質感はですね、製造元のトリニティ社がケースデザインラボという 3D データの作成において非常に高い技術力を持っている会社とコラボして作った、その成果です。革やクリスタルといったですね、天然素材や写真をですねスキャンして、さらに手作業で作り込むことで、まるで本物のようなこういう独特の質感をプラスチック樹脂で再現するという、そういった技術によって作られています。ちなみにこの製品はパッケージも含めて全て日本製。このユニークな質感プラスチック樹脂で再現するには相当に高い技術が必要ということで、トリニティの星川社長はですね、コピーしたければどうぞご自由にと、そう明言するほど一朝一夕には真似できない高い技術で作られているケース。デザインの変わったですね、個性的なケースが欲しいという方は、注目のこの次元シリーズアップバンクストアで予約受付中ですので、ぜひチェックしてください。